西浦駅です。今日はここから散歩してみたいと思います。西浦駅です。どこ行ってみますか。ここなんで初めて富士と港の見える公園、ちょっと歩いてみたいと思います。すごいですね、こういう景観ですね。あ、富士山見えます。早速見えます。ここですね、富士山登山ルート3776です。西浦駅、鈴川の富士塚、ちょっとあれですよ、すごい細いところですね。日が昇っております。結構ここ急速じゃないですか。おお、富士山見えますよ。津波来るんですか、ここ。そして富士山です。よく見えます。絶景じゃないですか、富士山は。この先にちょっと公園があるみたいなんで、そっちに行ってみたいと思います。寺ですね、綺麗にの寺ですね。そしてこの寺の木がすごい立派じゃないですか。わかりません。やはり初めての土地は土地感が全くないですからね。まあ、それは散歩なんでしょう。ここは神社なんですか、本当は。阿智神社ですか、奥宮。見附塾の跡でしょ、ここは。見附。何ですか、見つけって。胸渡し場ですね。不思議な塔ですね、これ。身なりがありますね。神社ありますね。ここが神社の奥宮ですね。はいはいはい、ここからお参りしたいと思います。何なんでしょうか。とりあえず登ってみましょう。登ることは登れます。登りきったところに何があるのか。寒いです、風が。 あっちに展望台みたいなのあるんで、とりあえずあっち行ってみますか。ここはトップだ。何もないです。展望台がありました。風が冷たいぞ。結構上ですよ、これ。結構上。どうですか、これ。まだ上がある。はい、上に来ました。はい、絶景です。素晴らしい眺めです。うちの紅葉したい人。富士山の絶景でございます。素晴らしい、わかるじゃないでしょうか。終わりまで、じゃあそろそろ降りたいと思います。絶景ですか。トイレなのに何とか案でついてますね。ここ石油の備蓄庫ですね。富士山よく見えましたね。絶景でしたね。この先に富士塚があるって言ってみますか。
いやー寒かったですね。展望台寒かった。あ、なんか通り立ってますよ。あ、これじゃないでしょうか。宣言宮参道って書いてありますよ。知ってますか。ちっぽいけど。参道ですか。あ、本当だ。ありました。富士山登山ずると3776ゼロメートル出発点ですよ。ここちょっと前にしたいと思います。行きますか。さあ、ここみたいですよ。これが富士塚です。うわ、なんかすごい富士山見えんじゃないですか。富士山よ、来ましたよ。お参りしたいと思います。ここですね。行きたいと思います。手水みたいなのありましたよ。ですね、宣言宮ですよ。見てください。これは鈴川の富士塚は富士登山の前に身の汚れを払う場であった。富士山の水塚でございました。ゼロメートル登山出発点です。じゃあ先ですかね。見てください、この何とも言えない景色を見てください。煙突の先に富士、不思議ですね。あの煙突ですね、黙々してたのは何の気に触れてるんでしょうか。工業地帯ですね、ここまさに。黙々ですね、煙が。すっげえ勢い出てる。あ、ここじゃないですか。ありましたよ。自社運転ですね。あ、これっぽい。ここですね。ですね。あ、富士山よく見えます。手水があります。あ、でかい手水ですね。これはでかいですね。はいはい、ここに毘沙門天があります。いや、なんかちょっと台湾チックだな。でも台湾チックですね。すごいすごいですね。これ台湾チックと富士ですよ。毘沙門天ちょっとお参りしたいと思います。行きます。地域の神社ですかね。一緒にお願いします。
私たち富士市立高等学校の生徒はグループワークで賑わい作りのためのグループワークの検討を積み重ねた。神社に訪れた方におもてなしとして記念お札をくれる。おお、1枚持って帰りたいと思います。いやいいですね、こういう試みは。お金じゃない、商売じゃないですよ、ここは。そういうことで今日は吉原駅から散歩しました。この絶景の富士山を見ることができました。ではこの辺でお別れしたいと思います。さよなら。